いや、行くっす。勢いがあるときは勢いに乗るっす。これブリッツの鉄則。あんたといると退屈しないわ。待てよ、エースは俺だっつーの。それでも連鎖やガモフだ。金銀メネベゴフゾンスティング。リュック、達成法。復活するかな。多分な。なんで、そうなのかよ。真の中にいるやつを倒さなくちゃならない。これだけで倒せたら討伐隊だって苦労しねえよな。でも真を弱らせたのは確かじゃない。そうだよそうだよ。よし、今のうちに手法の修理だ。あんだけ叩いときゃもう復活しねえじゃねえか。なぎ節を祝うのはまだ早そうね。ジェクトさん、苦しいのかな。終わらせよう、早く。祈り子も協力してくれるっていうしさ。あの言い方、気になるんだ。ん？
ずっと一緒に戦ってくれてたのに、今になって協力するなんて。まあな。あシンが復活するのはエボンジュが召喚獣に乗り移るからだよね。私が召喚したらきっとエボンジュは乗り移ってくる。それは小さなシンだよね。あ、それなら究極召喚じゃなくても倒せるかも。倒してもまたエボンジュが乗り移るよ。そうなったらまた倒す。最後にはエボンジュは行き場をなくしてさ。やらなくちゃならないんだよね。そうだな。ほら祈り子も疲れたって言ってたしさ、休ませてやろうよ。祈り子様、夢見ることをやめるって言ってた。夢は消えるって言ってた。どういう意味かな。ねえ、エボンジュは真の中で何を召喚しているのかな。祈り子の夢。君は消えないよね。ユーナたち、どこにいるの？シーを見て。ジェクトは待っているようだな。俺たちどうすりゃいいんだ。言っとく、もう援護はできねえぞ。もうどうもこうもないだろ。正面から行く。よし、奴の口の正面につけろ。ちっとでもずれたらその髪の毛むしってやるからな。任せろ、俺に送ってやる。間違いないっす。また看板から飛び移ろう。いっそ二人だけで行く。Yeah!